皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、誰でもできる軽自動車の免許変更ということで、免許変更のですね、記事について紹介していこうと思います。はい、まずそもそも免許変更って何って話なんですけど、まず免許変更というのはですね、車の所有者とかですね、使う人がですね、変わった時に行う手続きのことでして、車を譲り受けたりですね、まあ、買ったりした場合にですね、必ず行う必要がある手続きとなっております。車にはですね、多分車検証っていうのが載ってると思うんですけど、そこにですね、所有者、使用者っていう枠があると思うんですけど、この項目を変える手続きとなっております。ということで、早速ですね、名義変更の手続きについてざっとお話ししていきます。基本ですね、車屋さんで買った場合に関しては、もう車屋さんの方がそういった手続きやってくださる場合が多いと思うんですけど、例えばですね、ヤフオクとかでご自身で車を買われたりですね、友達から車を譲り受けた、そういった場合には自分で手続きする必要があるかなと思うので、そういった時にこの動画の方を見ていただければと思います。ちょっと自分でできないなと思ったわけですね、まあ、行政書士さんとかですね、他の方にお願いすることもできるので、そちら有料になりますが、そういったサービスもございます。でも意外とですね、軽自動車の免許変更、平日お時間があれば結構簡単にできると思うので、まあ、今回紹介していこうと思います。はい、じゃあそれではですね、早速まずはですね、免許変更するときに必要な書類についてお話ししていきます。免許変更をする際にですね、必要になる書類がですね、大きく分けて7つあります。まず1つ目、車検証になります。こんな感じのですね、書類となってるんですけど、おそらくですね、皆さん、車のこういうなんか書類入れみたいなのがあると思うんですけど、これに挟がってると思われます。この書類がまず必要となります。で、この書類がですね、なくしちゃダメなんですよね。なくすとですね、再発行とかするのめちゃめちゃめんどくさいので、大切に保管しましょう。まずこの書類が1つ目となってます。2つ目、住民票の写し、またはですね、印鑑証明が必要となります。で、この2つなんですけど、どちらかでよくて、かつですね、実はコピーでも OK だったりします。3つ目がですね、ナンバープレートになります。これがですね、必要になる場合と必要じゃない場合があるんですけど、まず必要の場合から紹介します。ナンバープレートを持っていく必要がある場合はですね、県外でもともと使われていた車を自分の県に持って帰ってきて、登録する。この場合がまず必要になります。もう1つはですね、簡単に言うとナンバープレートに記載されているチックあるじゃないですか。例えば僕だったら岡山とかなんですけど、ここの項目が変わる場合は、ナンバープレートを持っていく必要があります。で、必要じゃない場合っていうのはですね、同じ県の人、例えばですけど、お隣さんからお車をもらいました。で、その方はですね、まあ、同じ地区に住まれてて、多分、同じ県のこの項目になってると思うんですけど、同じ県の場合はですね、このナンバープレートを引き継ぐことができます。この場合には、ナンバープレートは持っていく必要がありません。でもね、同じ県でもナンバープレートを、まあ、自分の好きなナンバープレートに変えたいという場合はですね、持っていく必要があります。4つ目がですね、自動車車検証、記入申請書っていうのがあるんですけど、まあ、これ通称K第1号様式っていう紙があるんですよ。もう何って話だと思うんですけど、これがですね、まあ、こんな紙です。こんな紙。何これって感じだと思うんですけど、これはですね、車の変更するときに、このように変更しますっていうのを記載する書類となってまして、これはですね、軽自動車協会に行くともらえるので、そこで書くといいと思います。僕結構軽自動車協会よく行くので、自分で印刷して使ってるんですけど、で、これね、一応データはですね、軽自動車協会さんのホームページに行くとデータがあるので、それをダウンロードして印刷すると使えます。ただこれ一個注意点がありまして、自分で印刷する場合はですね、必ずレーザープリンターじゃないとダメみたいです。一般的に家庭にあるプリンターっていうのはインクジェットっていうタイプのプリンターになるんですけど、これだとね、ちょっと使えないみたいなので、まあ、向こうに、もう軽自動車協会さんに行っていただいて書くのが一番いいと思います。はい、続いて5つ目。これもね、軽自動車協会さんに行ってもらうのがいいと思うんですけど、軽自動車税環境性能割申告書っていうのがあるんですけど、これもね、ちょっとね、あるんですけど、僕ちょっと書いてるので見せれないんですけど、こんな感じでなんか3枚重なってるタイプの紙となってて、これですね、軽自動車協会さんに行っていただきましょう。印刷とかはちょっとできないっぽいですね。だってあとですね、6、7とあるんですけど、この2つに関しては必ず必要じゃないパターンが多いです。6つ目がですね、申請依頼書っていうんですけど、これがですね、新しくオーナーになる方が自分で行くんじゃなくて、友達とかにお願いして免許変更に行っていただく場合に必要となります。この人にお願いしましたっていうのをですね、示す書類となっています。これに関してもですね、軽自動車協会さんのホームページの方からですね、ダウンロードして使うことができます。これはインクジェットプリンターでも OK です。そして7つ目ですね。これはですね、希望ナンバーの書類になるんですけど、まあ、そもそも希望ナンバーって何って話なんですけど、実はですね、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、街中とか見てると、まあ、普通ナンバープレートって4桁の数字だと思うんですけど、たまーになんか、点々2桁の数字みたいな。点点点一桁みたいな、そういった数字見たりしませんか。とにかくですね、ナンバープレートって実は自分の好きなナンバーにすることができます。ただこれちょっとね、通常だったら2000円ぐらいかな、確かナンバープレート買えるんですけど、そのナンバープレートにする場合はですね、事前に予約が必要で、料金がですね、岡山の場合だと3910円かかります。僕はですね、自分の車大体全てですね700番にしているので、これはですね、希望ナンバーで
登録したナンバーとなっております。ナンバープレートに関してはですね、だいたい1週間から10日ぐらい前から予約しておく必要があるので、ちょっとね名義変更急ぎの場合は早めにやっておくことをお勧めします。以上、必要書類でした。軽自動車のですね名義変更で意外と書類がですね簡単でおすすめでございます。やりやすい方かなと思います。されたことある方だったら分かると思うんですけど、普通車のですね名義変更はかなり手間でして、普通車の場合はですね譲渡証明書が必要だったりとか印鑑が必要だったりするんですけど、軽自動車に関してはもうこれら必要となっていません。かなりやっぱ軽自動車の方が名義変更とかしやすいですね。最高です。最後にですね、当日の流れについてざっくりお話しさせていただきます。まずですね、各県にあるですね軽自動車協会さんに行きます。これね、自分の管轄の軽自動車協会さんじゃないとダメみたいです。まずそこに行きましょう。初めての場合はですね、軽自動車協会さん総合窓口っていうのがあるので、そこでですね説明の方を受けるといいと思います。結構優しくですね説明してくださって、それこそ先ほど説明したこんな紙とかですね、これら一式ですねもうそこの窓口で渡してくださいます。で、軽自動車協会ってなんかどうなってんなという話なんですけど、軽自動車協会の方ですね、中には窓口がめっちゃあるんですよ。5、6個あるんじゃないか、バーって。いや、違う、思ったな。8個ぐらいあるんですけど、バーってあって、そこに各、こう、窓口に番号が割り当てられてるんですよ。で、そこにですね、で、これ、岡山のやつなんですけど、これをなんかもらって、ここにですね、いろいろこう、各手続きによって項目があって、どのような順番で窓口を巡るかっていうのがここに記載されています。この紙を元にですねいろんな窓口の方を巡っていきます。で、だいたい手続きにかかる時間なんですけど、初めての場合ちょっと慣れてないのもあると思うので、だいたい1時間ぐらいをですね見ていただければ大丈夫じゃないかなと思います。できれば1時間半ぐらい余裕を見とった方がいいかもしれないです。そんな感じとなっております。はい、最後まとめですね。何でもですね、やっぱ最初初めてチャレンジするのって緊張すると思うんですけど、分からないことがあればですね、職員さんとかに聞くとかなり丁寧に教えてくださるので、ぜひですねチャレンジしてみていただければと思います。はい、ぜひ皆さん名義変更やってみてください。以上、軽自動車の名義変更の説明でした。バイバイ。